瀬戸内寂聴さん、佐藤愛子さんは、実生活を生きるから面白い、偉大な女性作家との思い出、女優藤真奈美が語る、古今東西連れずれは、今回は、古瀬戸内寂聴さんと佐藤愛子さんについて言葉を紡ぐ、写真瀬戸内寂聴と付き合いがあった藤真奈美、 今も恋人がいらっしゃるんですかと聞くと、作家僧侶の瀬戸内寂聴先生が英民された枠にとらわれない破天荒な姿に見せられた女性は多かったのではないかと思う。親友の数こっぺ、吉幸和子とは、実は寂聴さんの原作ドラマ、妻と女の間、1969年、 毎日放送現 TBS で知り合った仲だった。撮影は、現在は、レモンスタジオと呼ばれている木ぬにある撮影所で行われた。彼女とは姉妹という設定。私が入院をしているところに、カズコッペがやってきて、ベッドの上で、花札、恋恋をやるというシーンがあった。その時に、 この人とは仲良くなりそうだなと感じたことを覚えている。この作品は毎日新聞社から69年に刊行され、76年には映画化もされている。発表された当時の寂聴先生はまだおぐしを下ろす前、女性の情年を国名に綴った家心という作品から死急作家と呼ばれていた。 ドラマの撮影が終わり、打ち上げパーティーの時、寂聴先生は渋く素敵な着物をお召しになられていた。私が今も恋人がいらっしゃるんですかと尋ねると、寂聴さんはこともなげに、もちろんよ、当たり前じゃないのと笑った。おそらくそれは道ならぬ恋のお相手であった。 作家の子、井上光晴氏だったんだろうなって、今にして思う。実生活を生きる、弱長先生は99歳で、戦火の人となった。同じ時代を生きた作家のお一人、佐藤愛子先生も22年で白寿を迎えるが、もうダメよとおっしゃるけれど、大変お元気でいらっしゃる。今年は十八歳。 戦いやまず日は暮れず、小学館を上司され、増保版90歳。何がめでたいどうでは対談をさせていただいた。愛子先生とは仲良くしていただき、お宅にも何度かお伺いしたことがある。愛子先生は実生活を生きてらっしゃる。ご自身で料理を作る。 電話が鳴ればすぐに撮る。インターホンが鳴るとご自分で玄関まで行く。実生活を生きているからこそ、日々の機微が鮮やかで、愛子先生の作品群は、小説だけでなく、エッセイ集も面白いのだと思う。愛子先生の代表作の一つに、ケチ脈がある。佐藤家の荒ぶる血をまとめた大河小説である。 個性の際立った中心人物の一人として、イボ兄ニである詩人佐藤八郎さんの姿が描かれている。実は私は八郎さんとも共演したことがある。日本各地の民謡舞踊郷土芸能をミュージカル仕立てで紹介する番組、東は東、十六十二年、富士テレビ系に出演していた時。 この番組では画家の山下清さんも出演していて山下さんと自衛隊を訪問して一緒に戦車に乗った。おかげで私は長い間ペンフレンドだった御天場の戦車部隊の隊員さんとお会いすることができた。その番組に八郎さんの詩小さい秋見つけたをバックにご本人が登場した。 今思えば山下清さん、佐藤八郎さんが出演する番組があったなんて、とても贅沢なことよね。8年、私は滝の裏という苦衆を上司した。その記念パーティーに愛子先生が駆けつけてくださり、スピーチまでしていただいた。ところが、いつもはお着物をビシッと着こなしている愛子先生が、 その時だけはカーディガンにスカートというラフなスタイルでいらした。スピーチの後、なぜだろうと思って先生に尋ねると、元の旦那さんである田畑麦彦さんの病状が思わしくないと、愛子先生はこれからまた病院に戻るのよ。ごめんなさいねとおっしゃって会場を後にされた。私はありがたくて涙をこらえた。 一国を争う状況の中、私なんかのために駆けつけてくださって、本当に嬉しかった。鋭い観察眼があるから、思いやりも深い。そんなところが、いつまでも愛子先生が愛される理由の一つだと思う。これからもお元気で、ご検筆を振るってくださいね。藤士学美、富士学美、静岡県生まれ。 県立三島北高校卒。1956年 NHK テレビドラマ、この瞳で主演デビュー。1957年には NHK の専属第1号に俳優座付属養成所卒、俳人、作家としても知られ、苦衆をはじめ著書多数。 南加穂、弱長先生はいつも、あなた何歳になったのこれからがいい時期よと、笑顔で知った激励してくれた。2021年11月9日、作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんが亡くなりました。去年99、35歳の時、瀬戸内春美の名で作家デビュー。 女性の生き方を描いた作品を次々と発表し人気作家となります。51歳で特度、特度、なお弱調と改めた後は作品や法話を通して人々を言葉で導いてきました。南加穂さんが生前の思い出をたどりお人柄を明かします。構成篠藤撮影、下春樹、 写真、南さんが息子さんと寂聴さんを訪ねた時のスリーショット、妊娠もすべてお見通し、寂聴先生の訃報が入ったのは私がニューヨークに滞在していた時でした。お芝居を見て帰ってきた後、東京の知人から連絡があったのです。でも、にわかには信じられなくて、 先生がご高齢なのは承知していましたが、それでもなぜか亡くなるというイメージは持てずにいたのです。2021年5月15日、99歳のお誕生日にもお電話でお話しして、カテーテルの手術を受けるのと言っておられましたが、お声は元気そうでしたから、初めてお目にかかったのは最初の結婚をした、 31歳の時、対談の席で先生からあなた妊娠しているんじゃないのといきなり言われました。妊娠のことはわずかな人にしか伝えていなくてお腹も全く目立たなかったのにすべてお見通しなんだと驚き、先生に強く惹かれました。その後何度も弱腕を訪問しましたが、 毎回、あなた、何歳になったのこれからがいい時期よとおっしゃるところから始まります。その瞬間の笑顔は見る人をパッと明るくさせる、本当の修羅場をくぐり抜け、苦しみを味わってきた人にしか表せない笑顔ではないかと感じていました。先生の前では素直に本音を出すことができるので、 ぐずぐず泣きながらお話しすることも、いつも包み込むように話を聞いて、あなた、人生はいろいろあるのだから、そんなことは放っておきなさいと、ストレートにしった激励してくださいました。私の思考回路に風穴を開けて、どんなに苦しくても、悲しくても、それがずっと続くわけではない。逆に、どんなに幸せでも、 それが英語に続くことはない。よくおっしゃっていたのが人生は無常。仏教でいう無常とは物事は常に変化し続けており人は同じ場所に留まることはできないということなのですね。だからこそ人生にはいろいろな味わいがあると。先生の言葉は狭いところで堂々巡りしていた私の思考回路に 風穴を開けてくださいました。3年前に私が離婚した時には、あなた自由なのよ。これからがあなたの人生なんだから、どんどん恋もして好きなように生きればいいの。これからが面白いのよと言ってくださいました。私よりずっと先を歩いている先生からそういう言葉をいただくと勇気が湧きます。 おかげでこれから先先生のように生きていけるのなら楽しいはずと思えるようになりました。先生は作品や発言を通して女性が感じる生きづらさを世の中に伝え、まだまだ私たち現状に甘んじていてはいけないのよと鼓舞されていた。私も先生の励ましを受け取った一人です。 ジャクワンには息子を何度か連れて行っています。赤ん坊の頃に先生に抱っこしてもらったこともあるんですよ。その時撮った写真を家族写真の一枚として我が家のリビングに今も飾っています。息子が中学に入ったくらいの時期でしょうか。ジャクワンを訪問して彼が席を外した時、 先生はあの子楽しんでいるかしら私たち難しい話ばかりしていたからと心配そうにおっしゃった。少年に対しても一人の人間として扱ってくださるなんてと驚きました。岡本かの子を演じてみたい。先生の不法を知った息子は偉大な人が亡くなったね。 あんなすごい人には会ったことがないよと言っていました。彼も先生の凄さを分かってくれていたんだなぁ、と嬉しかったです。最後に息子が先生にお会いしたのは高校生の頃、成人してからゆっくり尋ねる機会があればよかったな、と少し心残りです。 最近、先生の作品で何が好きかと聞かれる機会がありました。私が一番好きなのは、岡本太郎の母であり、作家の岡本かの子の一生を描いた、かの子良乱。情熱のまま、自身に正直に生きることを強烈に印象づけた作品でした。できることなら、舞台や映像作品で、 かの子を演じてみたいですね。でも、先生からは、瀬戸内寂聴物語をやりなさいよと言われています。笑い、若い頃を演じるのは無理なので、特度してからの先生を演じてみたいという気持ちはあります。あなたは文章を書けるわよ。書きなさいとも、よく言われました。 本を出すとき、私、帯の推薦文を書くからと。残念ながら、それは間に合いませんでしたが、今まさにエッセイの準備を進めているところです。私の中に出るか出ないかわからない目を見つけてくださっていたとしたら、とても光栄なこと。先生の遺言だと思って取り組んでいます。 先生は最後の最後まで書くことに情熱を持ち続けておられた。並大抵のことではないと思います。その生き方をで感じることができたのは、他には変え難い幸せな体験でした。時間は戻らない。人は過去に戻ってやり直すことはできない。 だから、ほんの少しずつでも前に進むしかないそれが人生なのだと先生に教わった気がします。